どうも、さとちゃんチャンネルでございます。ちょっとですね、Amazon の方で面白いスマホを発見したんですが、これちょっとね、購入時は注意が必要だなと思って、動画にしてみました。はい。それがね、何かと言いますとね、こちらでございます。はい。じゃじゃーん。京セラのですね、KC01 っていうスマホなんですけども、なんとね、国産スマホなんだけれどもね、超安なんですよ。6499円。しかも、防水防塵なんですよ。結構ね、まあ、スマホ買われる方で、やっぱ中華系スマホを買うのはちょっと、まあ、データが漏洩するのが怖かったりとか、まあ、トラブルがね、まあ、心配だったりってことで、できたら国産買うのが安心だな、という方にはね、ちょっとこの、この価格で国産っていうのはね、なかなかないので、貴重かなと思ったんですけれども、いくつかね、落とし穴があります。はい。それで、まあ、最後の方でちょっとご紹介しますね。でね、これ本体価格が、まあ、6499円。非常に激安でございます。しかもね、SIM カード契約もいらないんですよ。もう本体一括で、この金額で、購入することができます。まあ、結構ね、安いスマホ、まあ、いろいろありますけれども、まあ、ほとんどがね、SIM カード契約が、まあ、必須だったりするので、これはね、なかなか珍しいんじゃないのかなと思います。まあ、この他にね、ちょっとまあ、ユニークな機能がありまして、スマートソニックレシーバーと呼ばれる機能ですね。これは、まあ、音と振動で相手の声を伝えるというね、まあ、京セラ独自のシステムらしいですね。まあ、だからまあ、通話とかよくされる方なんかだったら、まあ、これは有効に使えるのかなと思います。はい。それからね、まあ、肝心な防水防塵ね。ちょっと待てよ。まあ、ここにね、イラストで描いてれば、この砂の上に置いたりとかね、まあ、水につけてる写真があったりとかってありますけども。まあ、これがもう規格でですね、まあ、防水が IPX5、IPX7、それから防塵が IP5X という規格に対応しているそうです。まあ、何のこっちゃよくわからんけども、まあまあ、水濡れちょっとぐらいしても安心だよと。まあ、砂ぼこりにも強いよと、いうところですね。で、あとね、まあ、ディスプレイサイズ。はい、なんだけど、はい、これね、4.5 インチとのことです。なのでね、まあ、サイズもコンパクトですし、で、まあ、見やすさとね、まあ、いい感じのバランスじゃないかなと思います。最近ね、もう5インチ以上が珍しくなってきたんで、まあ、ポケットに入れやすかったり、まあ、コンパクトでね、そのあたり日常の使い勝手は、比較的いいのかなと思います。で、CPU ですね。こちらはスナップドラゴンの400。なんですけれどもね。まあ、この辺のスペックはエントリークラスで、まあ、なんとかハードな仕様には耐えられませんけど、まあ、ライトな用途だったらね、これぐらいで動くんじゃないのかなと思います。この辺、レビュー見ても、多少はもっさりするけれども、まあまあ、その辺は許容できるレベルかなというような印象を受けました。はい。で、メモリは 1.5GB、ストレージが 8GB となってるんですが、これ、ちょっとまあ、詳しい方だと、これちょっと容量足りないんじゃないかなと思われるんですけれども、Android OS が 4.4 なんですよ。ちょっと古い。どういうことかというとね、その頃の、OS だと、これぐらいのね、スペックでも、割とね、快適に動いたりするんですよ。今のね、Android 8.0 で、このスペックはちょっとね、難しいと思うんですけども、この時代の OS だったらね、割と、快適に使えるんじゃないのかなと思います。これ私もね、これ以下のスペックで使ったことありますけども、まあ、Android 4.4 であれば、割と、動くような感じがしますね。で、まあ、OS が古いけど、まだね、使えるアプリも多少はあるんで、もちろんそれからプリンアプリはね、まだ使えますから、もうしばらくはね、使える端末じゃないのかなと思います。で、電池パックも交換式になってますしね。はい。でね、一番最後に持ってきました。はい。何が問題かっていうとこね。うん。はい。これね、これびっくりするんですけど、商品名に AUK MVNO 対応って書いてあるから、お、すごいね。AU も使えるんだって思えるでしょ?ところがですね、AUK の MVNO しか使えないんです。AUK MVNO 対応だけど、これしか使えないんです。ここが注意。
だから、まあ、マイネオとか、UQ モバイルとか、まあ、あのあたりが出してる au 系ですね。その格安 SIM だけです。はい。まず、ドコモ系は使えません。格安 SIM もキャリアもね。ソフトバンクも使えない。そして、au のキャリアの SIM も使えません。はい。もう、だから、マイネオの A プランとかね。あとはどこだったっけ？LINE はやってないかな？もうちょっと僕もね、パッと思いつく、浮かばないんだけども、ちょっとまあ、限られた会社さんしかできて、出てないので、そのあたり、購入時は注意。だから、すでにね、au 系の SIM があるよという方で、中華スマホは怖いな、防水じゃないと困るな、という方だったらね、このスマホっていうのは割とフィットするんじゃないかなと思います。で、このね、レビュー、カスタマーレビューの評価で、やっぱりその星一つ、悪い評価、ね、つけてる人、見たらですね、もう大概は、それ知らずに買った人ばっかりですね。はい。だから、商品の品質に関してどうこうって言ったら、もうほぼほぼ星5つなので、で、まあ、この金額で買える。それから、SIM カード契約は不要。まあ、au、au 系のね、どれだけいるかわからんけど、この限られた、ユーザーに向けてには、俺もぴったりかなと思います。はい。まあ、てなわけでね、まあ、今回その、アマゾンで売ってるね、まあ、激安国産スマホ、まあ、ご紹介しましたけどもね、まあ、購入される方はね、まあ、この落とし穴があるので、十分注意。でも、条件にマッチする方であったら、この値段で国産、しかも、ま、SIM カード、新規契約不要なのでね、お得じゃないのかなと思います。はい。というわけでね、まあ、今回はこちら紹介しましたけども、うちのチャンネルでは、スマホとかタブレットとかパソコンとかね、まあ、こういったガジェット系の情報を配信しているチャンネルでございます。このチャンネルがね、面白いなと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい。というわけで、サトチューンチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。